バンダイナムコエンターテインメント かつて陥落した幕府に背き謎の異星人と戦ったモノノフ上位志士彼らの怒涛の勢いにアマントも奮戦戦は熾烈を極めた。そんな中一人の男がこの荒れ果てた戦場に立ち瞬く間にアマントを打ち倒していった。その男銀色の狩りをなびかせ戦場を狩る姿はまさしく野者。銀時、銀時、大丈夫か。ああ、なんとか生きてる。ここを抜ければあと少しで本陣だ。気を抜くなよズラ、てめえもな。こっちにも敵の増援が来たぞ。高杉、お前人の心配できるようになったんだな。てめえもせいぜい死なないように気をつけな。こっちのセリフだ。何調子出てるみたいじゃな。まずはてめえもぼさっとしてねえで戦えっつうの。おまんらが暴れていればわしなんて出るわけないじゃろ。ここを抑え中から行ってこい金時。てめえら死ぬんじゃねえぞ。Yeah.
後のことは頼みました。金時、よし。もし俺が落ちんだら、侍の国、僕らの国がそう呼ばれたのは今は昔の話。悪いけど二度寝させてもらうわ。重傷を負ったその頃、そんじゃ戦闘開始だ。ったくめんどくせえな。よし、そんじゃまずは溝を探すか。高すぎなやつ、こんな船用意してやがった。やけに広いし、めんどくせえ。
一段落だ。来たな、一切り二蔵。この間の借り返してやるぜ。消えるか。